では、ちょっとこうしてもらって、で、舵をかけてもらうと、いけちゃうんで、いけちゃうんで、できるようになってます。こんな感じですね。で、多くの場合がこれが立てないんですね。普通の人はあまり立てないです。ただ、まあ、インストラクターやってるのと、まあ、体の使い方がちょっとずつ分かってるので、持ってやってもらって、もちろんそうですね、その状態で僕が乗っかって、一応立てるという感じになります。で、なんでその普通の人はこれができないかっていう話になるんですけども、下に引っ張られると前に倒れる構造、それに対して後ろに引っ張っちゃう、後ろの筋肉を頭の筋肉を緊張させて、幹部筋肉をグッと緊張させて、極端な話こうやってうーってしてるこれ、ね、なんかお前も持ち上げてグッと持ち上げて後ろに引っ張って持ち上げてしまういう形になるから、ちょっと後ろに、まあみんなほとんど後ろに引っ張ります。だからちょっと後ろに引っ張ってもらうと、普通にこうしてて後ろに引っ張ると急に重くなります。ここに急に重くなります。で、大切なのはお子宮と耳のつながりだから、簡単なのは耳を持って で背伸びします。お子宮、小指全部かかってるので背伸び、これが耳とお子宮がつながった感じで、若干前のめりで、ね、要するに前に倒れるに対してお子宮 で耐えることができるということです。後ろに引っ張らなくてもね、耳を持って耳とお子宮を感じながら前に倒れてっても、まあ、結構こう前側に対して耐えてる、後ろの筋肉は引っ張ってないわけですね。前に倒れてで、要するに縦にこう繋いでるってことなので、この状態でドバシ、この状態でそんなに、まあ、そんなに前にしなくてもいいです。ちょっと前くらいでグッと立って、でストンと落とします。トン、そのまんまの角度でストン、そうで、その状態 でこうしてもらって、こうするとおーやらせみてるかね。それをだからこうしてもらって、耳と親指、耳と親指を感じる。で、古武術でもあるんですよ。つま先立ちっていうのがあって、つま先立ちです。ストン、ストンですね。この状態でいくら前にこうしても、もっと前にしても、絶対に後ろに引っ張らないように、まあ、背中はまっすぐにしてもらって、絶対に荷重を後ろに引っ張らないです。ただこのまんまで、つま先、かかとちゃんとついたままつま先で耐えると感じて、全く力がいらないね。この状態でいいかな。立って、要するに腹筋を伸ばす方向にこういう動きもしてもめちゃくちゃ軽いです。はい、やってみて。で、持って耳をやって、で、グーッてやって、ストン。で、こうしてもらって、結構前を向いて、前向いてもらって、こうして、で、膝を、はい、曲げて、そうそう、上げる。上げる。楽勝です。持ち上がるようになるという。それがいきなり後ろに引っ張った途端に重くなる。それもう良くない。こういう状態になる。で、みんな後ろに引っ張ってるということですね。前側で支えずに後ろに引っ張ることによって、前側のつま先の荷重による前に倒れないっていう、力がつっかえ棒が取れちゃう。この状態で力を後ろにグイッと引っ張って立とうとしている人、そうすると背中を痛める、で食いしばるんです。ただこの状態でグッて食いしばれない。いいかな。もう一回こうして、こうやって耳にしてグッてやって、ストーンとします。まあ、この状態で食いしばれない、絶対食いしばってない、この状態でもうこうやっても全く食いしばらないです。っていうことは、それを普通に立ってる時でもここまでする必要はないんだけど、普通に立ってる時でもかかとに荷重をかけながら一回耳してストーンって、この体の重心っていうのかな、重心じゃないんだけど、荷重が前側に少しかかってつま先で前に倒れるのを防いでる状態がいい状態なので、この状態で
前に歩きながら止める。前に倒れながら止める。要するに前で体を止めていく、止めていく、前に倒れる。走るのも歩くのも前に倒れるだけで、倒れるときにここで前で止めるということをしていくと、絶対に後ろ側の力を使わないので、ここの後ろ側の背筋を痛めることはないし、かといって使わないかというと、ちゃんと使っている筒を作るために使っているので、循環はいい状態ということになって、それを体、それをすれば食いしばることは普段なくなるわけです。食いしばる。で、多くの人がリンパ系やって肩こりがなくなる。で、立った時に筒ができてる。だけども、どうしても後ろに引っ張る癖があるので、そうすると食いしばるし、首も痛くなるし、肩こりもすぐに再現するし、腰痛もすぐに起こってしまう。ところが、今みたいにちゃんと体をこう前かじ、かかとついた状態で前かじ、小指までぐっと力が入る。で、内側の筋肉を直視し、内側、裏側を少し意識してあげて、この状態で、で、立つ。で、膝を伸ばしても少し、曲げててもいいので、この状態で立つ。ということが、しっかりバランスよく耳からスッと親指までのつながりを感じて、この状態で、こう、こうですね。こういう動きができるようになると、うん、こうですね、ここを押したときに若干ちょっと膝が中に入る、少し、ね、そうするとここの筋肉使う、こっちの筋肉は使わないという形になります。普通に立ってみて、普通に立ってるとまだパンパンに張ってる、ところが若干筒を作って前にちょっと倒れてあげると、ここになるか、ちょっと触ってみて、今やらない、普通に立ってみて、だからここの筋肉がみんな発達して外に出ちゃってる。せっかく緩めて筒状になっても、今までの習慣でこう引っ張る癖があるから、ここを緊張させちゃってる。ところが普通に立つ時にここを緊張させないように、ちょっと前側に荷重をかけて、いいですか、前に荷重をかけるってことは、かかとを浮かせるとか小指を浮かせるってこと、内側前側に荷重をかけるんだけど、全体に荷重がかかったまんまグッと前側内側に荷重がかからない、こうしちゃいけない、こうしちゃいけない、つま先出しではなくて、かかとがトンとついた状態で立ってる状態ね、歩いてる時はつま先立ちでも構わないんですけども、これがグッと荷重がかかった時に安定して立てる、重いものを持ってると。で、腹筋を伸ばす方向に力を出すことができると。